お父さん、お母さん、員としも立派な特別攻撃隊員として出撃することになりました。思えば24年の間、父母のお手の中で育ったことを考えると、感謝の念でいっぱいです。まったく自分ほど幸福な生活を過ごしたものは 他にないと信じ、この御恩を君と父に返す覚悟です。あの悠々たる白雲の間を越えて、淡々たる気持ちで私は出撃していきます。生と死といずれの考えも浮かびません。人は一度は死するもの、悠久の大義に生きる光栄の日は今を残してありません。 父母様もこの私のために喜んでください。ことに母上様にはご健康に注意なされお暮らしくださるよう、なおまた、皆々様のご繁栄を祈りつ、皆様のご繁栄を祈ります。清は靖国神社にいるとともに、いつもいつも父母上様の周囲で幸福を祈りつつ暮らしております。 清は微笑んで行きます。出撃の日も、そして永遠に。